はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹部を引き締める代表的なメニューとしてクランチワイパーっていうのがあるんですが、足を90度にして左右に振っていきます。実はあれ、足を閉じずに開いた方が効くんです。足を閉じてしまうとどうしても腹筋を使うというよりは腰回りのストレッチになるだけなんです。足を開くことによって腹筋全体に深層部まで効かすことが実はできます。20秒1セットとして3セット一緒にしっかりやっていきましょう。その後に下腹にしっかり効くレッグレイズを同じように20秒3セットやっていきます。最後に次回の動画の紹介があります。初級者は上体を起こすと辛いので寝たままでもいいです。足をちょっと開きます。開いた状態でこのように足を動かします。できる方は上体を起こしたままで足を動かしてください。上体を起こしたまま足を動かした方がお腹全体に効きます。ポイントとしては片足が真ん中に残る感じです。これでもお尻がちゃんと浮いているのでしっかりウエストを使うことができます。呼吸は長く吐いた方がお腹をへこませる腹横筋を効かすことができます。お腹に効いてる感じがしなくても3セット行うことが大丈夫ですので一緒にやっていきましょう。それでは行きましょう。難しい方は寝たままでもいいです。できる人は起こしたまま、足開いたまま、お尻少し浮かすだけでいいです。 3、2、1、OK、 あと2回です。お腹をしっかり休めて、いきましょう。ちょっとバランスも緩んで体幹部がしっかり鍛えられます。ちょっとだけお尻を浮いてればいいです。 3、2、1、OK、 今回はちょっとね休憩を長めにしてます。ペースが速いとね追いつかない人もいるのでちょっとペースゆっくりで、ラスト片足真ん中に残したままで、片足下げるだけでね反対側のお尻がちょっと浮きますから。 OK、 よし、じゃあそれではね2種目目です。後ろに肘をついて足伸ばします。腰浮かつけて足を横に振りましょう。これもね、お尻を少しだけ浮かせる感じ。息を長く吐きます。スマホ見ながらの方はこんな感じでもいいです。あー、きくー。 OK、 いやー、前半はね、休憩長いなと思ったかもしれませんが後半休憩短いと感じますよね。あと2回です。ながらでもいいですし、分かったら置いててもいいです。あー、引く。お腹以外が効いてきたら休んでください。 OK、 あと1回で終わりです。うわー、しゃー、これがラスト。この後に次回の動画の紹介を少しだけしますんで最後まで見てください。くー、 OK、 あー、いってー、聞いた。お疲れ様でした。次回はですね、代謝を上げるために大切な体の後ろ側を紹介していきます。ワイドスクワットの状態から体を前に倒して後ろに戻す
代謝を上げるための下半身と背中周りを使うメニューになってますので、次回もお楽しみください。頑張っちゃった方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。